申し込む。杉村太蔵今こそ語る料亭を行ってみたい発言で大目玉。元衆議院議員の杉村太蔵が3月5日放送の痛快明石家電視台 MBS に出演した。番組では当選直後に漏らした料亭を行ってみたい発言の後日談について語っていた。番組で杉村はあの発言をするに至った経緯についてこう説明する。私はそれまで末端の証券会社のサラリーマンで、本当に給料日10日前にはあとどれくらいお金があるかというような、それが国会議員でしょう。当選して真っ先に国会議員がいくらもらえるか調べましたからね。給料2500万だ、グリーン車乗り放題だ、議員宿舎は 3LDK だって興奮をそのまま言ったんです。僕が決めたわけじゃない、規則でそういう風になってるんです。さらになぜ自分が失敗したかを振り返る。当時私が甘かったなと思うのはハンディカメラへの認識。今だったらこれがどれだけ恐ろしいものかわかりますけど、こんなので撮影した映像がその日の夕方のニュースになるなんて思わないじゃないですか。テレビで放送され杉村の発言は瞬く間に広がった。杉村によると景気よく記者に喋りまくっていた途端、幹事長室から電話がかかってきたという。今すぐ党本部へ来い。そして幹事長室を開けた瞬間に当時の武部勤幹事長が、貴様こらーびっくりと正直に言って、大人があんなに怒ったのを初めて見ました。半年後再び幹事長に呼び出されたという杉村、真面目にやってるか、料亭に行ったのか、など次々質問された。杉村が真面目にやっております。料亭にはまだ行っていません。と回答したところ、武部氏が行きたいか、と返してきたという。これどっちが正解かなぁ、と怪しんだ杉村だったが、思わず正直に行きたいです、と答えると、よし、俺が連れてってやる。私を初めて料亭に連れて行ってくれたのが武部さんだった。ちなみに杉村は料亭発言について週刊朝日芸能2014年11月13日号のテリー伊藤との対談でこう説明している。もともと名前を覚えてもらうためにも若輩者ですが一生懸命頑張りますといったありきたりのコメントはしないと決めていた。きっとちょっとした風刺的な発言をしたらスポーツ紙には載るかなと思ったんですね。それでコメントしたらとんでもないことになっちゃったという予想外の展開に驚いたようだが、結果的に幹事長と料亭に行けたのだから、処世術としてはあながち間違っていなかったのかも。